なんかいいねこの景色。Ha ha 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 ha
取った？はい、次15秒で行きます。はい、20行きます。20もすぐそこ、これね、300m ぐらいで、右手に山の中に入る道があると思います。あの辺で、これだ。はい、天狗橋行きます。はい、天狗橋です。こっちです。あった、これだね。おー、立派だ、すごい。おー、あー、来たら失礼しました。なるほど。おーい、うん、どこに駐車場行ったんですか？向こう、向こうか。あっちだとね、ほぼロードで来れるんですよ。やっぱ E バイク速いね。坂はね、すごい、びっくり。もうまだ3人先行ってるもん。下りはこんな人が速いから。あ、ですよね。もう我々50キロでも60キロでも来れるから。はい、これ30分？あ、もちろん。はい、今短時間でバディとブリーフィングをして、150マイルのルートを確認しました。山の中通るルートと最短で、あと国道通るルートがあったんですけども、通りやすさを考えて国道を選ぶことにしました。天文台まであと4キロぐらいですね。天気が良くなってきましたね。少しなんか小さいような天気ぐらいだったので、ライトリングはライトリングはあそこに送電線が2本見えたんですね。ってことは今このね、
ちなみにですね、国道なんですけど、見てのように舗装されてないです。すごいね、なかなかレアですね。いいですね、電動楽ですか、やっぱり上り楽ですか。全然ハーハーしてないもん。さすが。いや、僕なんかもう生足でこいですから。この方もすごいですな。いやー、暗い最高。であのパン粉牧場がある姿平の観光牧場があるから、そこで飲み物飲めるかもしれないね。もう俺500飲んじゃったよ。あと500補充しよう。いや、ヘビかわいそうに。すごい牧場。いやいや、なんか楽しいね。なんかいいね、この景色。こんにちは。そう、いやでもこれすごく景色いいですよ。こっち撮るのおすすめ。いや、表面工房です。いや、さすがにこの砂利道長足で登るのはきついね。北西の方がね、
こんにちは。じゃあ、カナツマまで行ってたんですか？あ、行きましたよ。飲めるっぽいね。いただきます。ありがとうございます。清水の白枝桜、水美味しかったです。道があるからその辺だね。交差点のとこ、あったあった。ああ、これだよ。ああ、もちろん行く。あったあった、これだ。全然気にかかってるね。1キロ1.2キロぐらいしかないから、もう山小屋の鳥自体は大したことないから、もう来ちゃおうか。いいね、うん、うん、あ、そうだ。街道の道場です。もうちょっとで歩道です。これこれじゃないの？23。ごめん。23番はカラフルなマンホールですね。このとこにカラフルなマンホールがあるんです。あの辺だね。次戻って37番すぐそこだよ。ここで、バディと別れて、別々の行動をすることにしました。残り時間があと1時間ですね。送電線があるんで、そこがアタックポイントなんで、そこで、送電線見つけたら一旦そこで、地図を、チェックします。うっかり行き過ぎちゃった。しまった。 500m ぐらい行き過ぎました。戻ります。大失敗。そう、あそこは
カラフルのマンホールに上がる道で、こっちはね、さあ、この映像をさっき見たよ。そう、なんと思わなかったで、なんて読むんだろうと思ったけど、ね、失敗だ。当然見えました。あそこから150メートルぐらいのところに CP37 があったんです。あとちょっと、はい、37のマリオ神社。そういうふうな経済の写真を撮るように書いてあったので登ります。はい、到着。はい、43分。あの送電線の手前の定時路で角地があるみたいです。どこにあるの？あれか、花の宿。はい、到着。飛び込んだら気持ちよさそう。38は信楽と先の橋を渡って遊歩道こっち来らないといけないんで迷います。で、代わりに48取って戻ります。あと22分。橋屋さんの看板これね。大丈夫ですね。あとちょっと。
ありがとうございます。最後に13取っていきます。もう時期だ。合計ポイント2。どんな感じでした？ハードでした。ハードでした。電気の力を存分に味わえる。どうでした？楽しかったですか？楽しかった、めっちゃ楽しかったです。ね、なんかね、皆さんなんかこう団子になって結構辛そうみたいな顔して。Eバイクの電源の入れ方分かんなくて。え、あ、それ辛い。Eバイクの意味がなかったです。ただの発電機しかないですからね。楽しかったですか？お疲れ様でした。どこまで行きました？遠くは。天文台のとこですか？行きました、ね。あそこ綺麗でしたね。150点の価値ありましたね。気持ちよかったですね。どうでした？お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？今日は一番あの景色が良かったとこは？天狗の橋ですか？ああ、橋ね。うん。そこがやっぱ一番綺麗だった。もうあの、1位から発表したいと思います。750ポイント。伊藤雅美さん、ありがとうございます。結構ガチな感じ。結構本気でやりました。Eバイクに絶対負けられないんで。で、僕はこの地図見たときにこっちが北で、で南で